ロストック大学は、メクレンブルクイコールフォアボンメルン州ロストックに本部を、奥ドイツの公立大学である。1419年に設置された。ロストック大学の本館、進学部キャンパス世界で最も古い大学の一つで、あり、ヨーロッパ大陸北部及び、バルト海地域の大学としては最大にして、最古のものである。途切れることなく、運営を続けている大学としてはドイツで3番目に、 古く、ヨーロッパ大学協会にも加盟している。1419年に、教皇マルティヌス5世の認可により設立されており、北部ヨーロッパ最古の大学である。ドイツでは、ロストック大学以前に5つの大学が作られており、ハイデルベルク大学が1386年、ケルン大学が1388年、エアフルト大学が1392年に、 ビルツブルグ大学が1402年に、ライプツヒ大学が1409年に設立された。このうち、ロストック大学より前から現在まで運営が途切れなく続いているのは、ハイデルベルク大学とライプツヒ大学のみである。このため、ロストック大学は継続して稼働している。大学としてはドイツで3番目に古い。15世紀の間、ロストック大学は、 毎年400から500人の学生を受け入れており、これは当時としては多人数であった。ロストックは、この頃のドイツで最大の大学の一つであり、低地地方、スカンディナビア、バルト海に接する、その他諸国からも多くの学生を受け入れていた。政治的紛争や教会からの圧力を受け、1437年に大学はグライフスバルトに移動し、 1443年まではそこにあった。1487年から1488年まではリューベックで教育活動を行っていた。この後の1542年、ロストックの町とその大学は共にプロテスタントの信仰を持つようになった。人文主義とルター主義は大学の明確な特徴であった。30年戦争の後、 ロストック大学の役割はごく地域的ものとなってしまった。大学の所有権が1827年にロストックの町から国に移譲されたが、これは良い影響をもたらした。19世紀末には多数の建築物が作られ、ロストック大学はすぐにドイツの大学としてかつて同様の高い評価を取り戻すことができた。大学設立500周年記念の際、 1919年11月12日にアルベルト・アインシュタインとマックス・プランクが名誉博士号を授与された。ロストック大学は世界で初めてアインシュタインに名誉学位を授与した高等教育機関となった。この博士号はナチスがドイツを支配していた時代も剥奪されることがなかった。ナチスが学位剥奪命令を出していたことを考えると非常に興味深いことであるが、 白奪が行われなかった理由は不明である。ダービットかつハンスモラルほか数人は1933年にロストック大学での地位を失っている。第二次世界大戦が1945年に終わると、ロストック大学は在独ソ連軍政府の管轄に入り、1946年2月24日に再開した。法学部は1951年に閉鎖され、 1950年に農学部が設置されたほか、造船学部が1951年に開設され、この学科は1963年に工学部となった。ロストック大学は伝統あるドイツの大学の中で初めて工学部を開設した大学であった。1952年に航空学部が開設されたが、結局はドレスデンに移設されることになった。 1976年に大学は初代ドイツ民主共和国大統領ビルヘルムピークにちなんでビルヘルムピーク大学へと名称変更した。この名称変更はドイツ再統一の後に取り消され元の名前に戻った。1978年に大学はコーチン科学技術大学とパートナーシップ協定を結びカサットの造船技術学科を発展させるための支援を 提供し、教育課程の企画、整備を助けることとなった。さらにロストック大学の教授陣が、コーチン科学技術大学に派遣され、1980年代まで、とどまって、教育設備の改善に携わった。ヨーロッパ大陸の多くの大学同様、ロストック大学は学部に分かれている。学部のもとに学科及び、教授職が設置されている。以下、 9つの学部に分かれている。大学はいくつかの独立した研究所を共同運営しており、以下のものが含まれる。ロストック大学は他に、大学図書館、大学植物園と医学部の教育研究病院である、ロストック大学病院を運営している。ありがとうございます。